沼津にイカがやってきた。やっぱり2月の海は寒いね。でもあっちの方で結構ダイビングしてる人もいるよ。ほら、ダイバーは寒さに強いから、風の子だから。どちらかというと海の子なんだけどね。風の子？海の子？お、マリー知らない？子供は風の子って言うんだよ。え？ウィンドチルドレン？ウィンドチルドレン。どういう能力？そういう中二的なものじゃなくて、ウィンドチルドレン、それは運命に翻弄される悲劇の子供たち。古代の天空文明ウィンディアの血を引く彼らは、神秘のアイテム風雲石に導かれ、今エレメンタラーとして覚醒を。作らない作らない設定を。なあ、あっちのダイバーさんたちもみんなチルドレン。真に受けない設定を。そうずら、まだ設定が甘いずら。ここはもっと神話的要素を作り込まない設定を。なんだか自然と集まってきちゃってるね。というか、なんで私たちこんなところに集まってるの？え？聞いてない？ルビーちゃんがみんなに相談したいことがあるんだって。ルビーちゃんが？うん。でも、なんでこんな人気のない寂しい浜辺で。なんか、人に見られると困るらしいよ。人に見られると困る？うん。なんだろうね。なんだろう。ウィンドチルドレン！それは今、ここでできた設定だから。子供は風の子！それは、だから何？あ、ダイヤ。え？はぁ、ダイヤさん。何があったんですか？ルビーちゃんの相談って。それが、少し困ったことになって。困ったこと？何から話せばいいんでしょう。ダイヤさん、なんだか、本当に深刻そう。実は、ルビーのもとに、あるものが届いたんです。ある、もの？何ですか？イカです。イカ？イカって、あの、イカ？函館から。ああ。それって、セイラさんたちから？どんな大変なものが届いたのかと。大変は大変なんです。え？見てもらった方が早いですね。ルビー！なんだろう、大変なイカって。すごいたくさん送ってくれたのかも。それで私たちみんなで分けようっていう。ああ。みんな、ルビーちゃん。すごいね。一体どれだけ送ってくれた？あれ？あの、イカは？いっぱい送ってもらったんでしょ？そうじゃないの。え？少しだけ？少しっていうか、量の問題じゃないの。量の問題じゃない？じゃあ何が問題なの？来たの。え？イカが来たの。イカが？うん、函館から送ってきてくれて。違うの、来たの。イカが自分で。はぁ？ですから、見てもらった方が早いと言ったんです。でもイカはどこに？ここ。え？ルビーの後ろ。ルビーちゃんの後ろ。はぁ？冷たい北の荒波をはるばる乗り越えやってきた、海から海の渡りイカ。今宵沼津で歌います。聞いてください。イカの魂の新曲、イカと涙と男と。待った待った待った！いやいや、イカって
ピアちゃんでしょ。イカです。いや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 、ちっぽけなつまらねえイカでござんす。なぜ演歌帳。北の冷たい海で育った不器用なイカですから。だからイカじゃなくて。もう何言ってるの、リコちゃん。チカちゃん、イカが自分でイカだって言ってるんだよ。リアちゃんのわけないよ。へー、だいたい見た目がはっきりイカでしょ。はっきりって白い T シャツを着て頭を出すところから顔だけ出してるこの格好がイカだよ。いや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 、イカ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 、いや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 。ねえねえ、お腹出ちゃってるけど寒くないの。イカだから。白い T シャツ1枚っていう時点でかなり寒そうだけど。函館から来たイカだから。ああ、寒さには強いんだ。それに沼津の方が比較的あったかいし。だよね。イカだから。ほら、イカだよ。ああ、チカちゃん、あのダイヤさん、どういうことなんですか、これは。どういうことかはこちらが聞きたいくらいで。今朝、うちに突然リアちゃん。イカ。イカが来たの。それでその沼津のイカになると。沼津のイカ。それは無理ずら。花丸ちゃん、おかしなこと言ってはダメずら。沼津のイカになるなんて、ルビーちゃんも困っているずら。花丸ちゃん、よかった、花丸さんにそう言ってもらえて。当然のことずら。おかしいことはおかしいとちゃんと言わないとダメずら。そうだよね。私、花丸さんのことを見直しました。ぜひ花丸さんからきちんと言ってあげて。危険ずら。そう、危険。え、危険って危ないってこと。そうずら。あの、何が危ないと。全部ずら。うん、まあそのいろいろ危ないけど。駿河湾には毎年たくさんのカツオがやってくるずら。イカはカツオの大好物ずら。食べられてしまうずら。危険ずら。だ、大好物。いや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 、花丸ちゃん、あの、そういうことではなく。そういうことではあるずら。生物学的事実ずら。だからそういう問題じゃなくて。わかった。え、どんなに危険でも。うん、危険だからこそ、だからこそ沼津の最初のイカになる。沼津の最初のイカ。昔の北海道にはお米がなかった。ジャガイモも人参もなかったけど、みんな今では当たり前にある。それは北海道で最初にお米やジャガイモや人参を育てた人がいたから。誰もやっていないことを一から努力して成し遂げた人がいたから。私もそうなる。沼津の最初のイカになる。だからそういう問題じゃ。というか、沼津にもイカはいるんですけど。わかったずら。花丸ちゃん、その強い気持ちがあるなら応援させてもらうずら。ありがとう。どういたしましてずら。あの、応援とかされちゃっても。何さっきからバカなこと言ってるのよ、あんたたち。よしこちゃん、沼津のイカ、ほんとわけのわからないこと言ってるわ。よしこちゃん、あの、あまりきつい言い方は。きつく言わないとわからないのよ、こういう子は。私がはっきり言ってあげる。いい？あなたはね、沼津のイカなんかじゃないの。おお、言った。でもそれはそうです。そこは確かにはっきりと。あなたはね、あなたは。よしこちゃん。よしこさん、ここははっきり。地獄のデビルフィッシュよ。そうです、地獄の。で、今
今なんて言いました？知らないの？イカの股の名をデビルフィッシュ、悪魔の魚よ。わあ、よしこちゃん。いえ、それはついに悪魔が襲来したわ。沼津を地獄に変えるために。なんだってずらー。花丸ちゃん、イカデビルフィッシュ、そう、あなたはデビルよ。つまりここは沼津でなく地獄になるの。あなたは地獄のデビルフィッシュになるのよ。地獄のデビルフィッシュ。間に受けないで。ちょっと待ってください。何よ。地獄の使者が訪れたからにはここが地獄になるのも時間の問題。そういうことはちょっと置いといて、デビルフィッシュって言いました？そうよ、悪魔の魚よ。デビルフィッシュってイカじゃなくてタコのことだったような。え、そうですわよね、マリさん。イカもタコもあんまり区別しないでデビルフィッシュって言ってたような気が。ほらね、同じよ。イカもタコも同じことなのよ。同じこと？同じじゃない！怒りのオーラが。イカだけに。イカはタコじゃない。それは絶対に許されない間違い。そうなの？ごめんなさい。許されない。決めた。何をずら？イカを知らない沼津にイカを、正しいイカを伝道する。ミッション。ミッション？ミッション、つまり施設だ。ああ、セーラさん。幕末の日本においていち早く開かれた港である函館、そこにやってきた外国の使節団は新しい教えや文化を数多く私たちに伝道してくれました。ああ、だから沼津にもミッション。いや、納得してる場合じゃないでしょ、チカちゃん。探しましたよ、リア。リアじゃない、イカ。リア、イカ。ちょっと落ち着いて二人とも。これってどういうことなんですか、セイラさん。バレンタインです。え？全てはバレンタインが原因なんです。バレンタインが原因？